クラッター号のソーダリンだ。これを握ってる時のロールちゃんは特に可愛い。何言ってんだお前。はい、それでは、ロックマン脱出2、大いなる遺産、やっていきたいと思います。第3回目でーす。勇者ハルでーす。何言ってんだこいつマジで。本当に。てか、こういうロックオンできるのは、ちょっと驚きだわ。はい。で、今回は、ドロップシップをね、使って、禁断の地に行きたいと思います。じゃあ、早速行きますか。移動する。これでいいのかな？おーい！こういう感じ、ワールドマップ、うわ、動かせる、おもれー、禁断の地、あ、ここ、ちょいちょいちょい、見てこれ、すげえ、自由に動かせる、これ、ほら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 。やば、早速このアンノーンに行けるって、もうこれ、ボスだ、普通のゲームだったら最終地点じゃない？まあ、行きますけど、行くしかないので。行っていいの？ドロップチップか。怖え。用意はいい？うん。行くよ、ロック。格納庫8、オープン。ドロップチップ固定装置、解除。あ、おぉ。うわぁ。あんなプロペラで降りて大丈夫か？いや、G がすげえ揺れてるもん。コントローラーも。耐えろ。相当な G。降りちゃったよ。戻れないんでしょ、これでも。やばいな、これ。この吹雪。ロック？ロック？はい、はい、なんすか？聞こえてるよ。うん。大丈夫。よかった、無事で。帰りたくなったらいつでもそのドロップシップを使って戻ってきてね。あ、帰れるの？さてと、おじいちゃんの船だけど。はい。流されちゃったみたい。遠いのか。おじいちゃんたちの船の反応がある地点は、はい、そこからもっと北の方。マジ？準備ができたら移動してみて。オッケー。これ何？あれか、かつて挑んでったディガーターの船たちか、これ墓標じゃん、完全に。ワールドマップあるから分かりやすいね。ワールドマップというか全体のマップあるから、どっちにどう行ったらいいかが分かる。ビーバーとビーバーとか、なんだこいつ、炎吐き出したと。マジか。おー、早っ。ビビッと早いし、違う、これ見づらいな、よりによって。北海道ってこんな感じなんじゃない？知らんけど、なんか北海道ってこういう気がするイメージ。よしよし、問題なくいけるわ。これもし俺が A 級ディガーターだったらもっと難しいでしょ、これ。 B 級だからこの程度で済んでるみたいなことなんでしょう。いや、怖っ。どっかのタイミングで、ね、強化とかしたいです。強化というかディガーと、なんか昇級試験みたいな、ああいうのをやりたいですよね。お、細いな、ここの道。ヘルメットつけてよ、絶対耳凍っちゃうよ、これ。なにこれ、何これ、これ固まってる人が。人間の生命反応みたいだけど、なんだろう。何これ、どういうこと？後で調べてみる。はい。あ、他のドロップシップだ。人でしょこれ。あ、誰かいる。あるの？こっちでは何の反応も出てないんだけど。なんかエジプトの神がいる。エジプトの神。ロールちゃんが作ってくれたドロップシップと似てる。まあ行くか、とりあえず。なんだろうな、なんか明らかにね、つ
なんか何か関係があるキャラクターだもんな。これ何だね。うわー、怒らしちゃった俺。殴っちゃいけないんだ。いやでもいけるわ、全然全然大丈夫。それ取れない、クソ誰がよ。あれ帰っちゃった、これ帰っちゃった、間違えた、ぐるぐる回りすぎてどっちが前後感覚失われてたわ。まあ、復活はないと思う。かかってこいよ、やばすぎだろこいつ。まあ、マップがちゃんと上向いてるからそっち見て移動すれば OK かかもじゃん。これすげえくれるよあいつ。ウェイ、とりあえずこいつだけ一体ずつ狩れば全然怖くないか。クオ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 、あれ消えた、あいつ何消えたの。いや、これもう勝った、勝ち確、勝ち確ムーブ。はい、お疲れ様でした。よーし、いや強そうだけどそうでもないわ。かかってこいよ、おいこっちだぞお前。はい、こっちこっち、おおおおお、遅いぞ遅いぞ、あ、やばい、危ない危ない。あと一回、あと一回よろめいたら終わり。はい、はい、簡単、余裕、余裕のよっちゃんだ。これで街灯がある、街灯がある、なんだこれ、なんかもともと街だったんかな、街灯があるってことは。なになに、街灯じゃないのこれ。は、巨大なリングだ、やべえ、ガンダムファイト。は、え、なになになに、なにこの輪っか、早いな、こいつボス、あ、こいつボスなんだ、早いな、いや動き早すぎてついていけんわ。じゃあついていくか、ついていった方が楽だこれ。ひたすら前に走ったらこれ簡単かもしれない。ほら超えるもん、飛び越えるもん、こいつのジャンプで。うわ、いったはーい、限度あるみたい。 OK だ、やった、 OK、 特に何もなくいけたわ。なんだこれ、な、いいの、なんでボスっぽい感じで出てきたんだあいつ。え、なんだお前、もうお前す、今お前出てきても何の脅威もないぞ。ロックバスター赤色を初めて見たな。すぐ近くにビーバードの影、え、注意して、これこれこれなの、ビーバード、なんだお前、マンモス、うわ逃げ切る、なんでなんでなんで、壊れてくれ、よしよし、壊れた、弱かった、思ってる弱い。変化する、さっきなんかさ、ズララってかドラゴンみたいな感じで携帯変化するやつの方が怖かった。なんだお前は、もう終わりかい、よし終わった、弱いな、相手も変わらず弱え、こいつら、よし行くか、
またリング形成されるんじゃないのこれで。大丈夫かな。いや、こんな狭いところ出ちゃいかんやろ、お前。どういうこと？どういうこと？あ、なるほど。いや、早いって。いや、早くない？これどうすんの？あれ。いや、無理じゃん。え、どうやって越えんの？これ。ここ超むずいけど。越え方わかる。なんでいいんだお前が。まあ、入れちゃっとセーブだけしとくか。とりあえずね、一旦セーブね。ここおい、セーブしとくわ。禁断の地、エウレカセーブしときます。じゃあボスの、おお、おじいちゃんたちの船見えないかな。いや、見えないけど、そのあたりにおじいちゃんたちの船の反応出てるんだけど。マジで言ってるか。ヤシワ作戦始まるけど。でもう行くか。これそうかよ、八面体の何かがあるんだって。何これ、拾うよ。怖、上のやつ。こ、ロック、いや、ごめん。エネルギー反応が超大型リーバード。え、ロック、すぐそこから逃げて。はい、はいはい、分かった分かった。いや、安易に触りすぎた。やべ。あれどうしたんだろう、ロック。またどうしよう。え、うわあ、さっき見たやつの亜種だ。全然怖そうに見えない。舐めとったらいけんかな。マンモスマン来た、マンモスマン。でけえ、火じゃねえ、さっきの。全然食らわない。結構近づかっていかんの。うわあ、え、でもこの距離感を保って大体飛んでけと。そうでしょ。オッケー、なんかいい感じに。後ろ取れた。後ろ取れた。ジャンプのやつちょっとね、これ鼻だけなんか V 破壊できそうです。ほーい、オッケー。ほら、鼻壊した。これなんで、あ、いった、え、どういうこと。後ろ。ほい、楽勝だってばよ。いって、いや、めっちゃ食らってない俺。やべ、死ぬ。危ない。やべ、死ねないと俺。お、ダメージ受けられない。逃げろ。これ逃げんと。これ逃げん。待て、それがやばいんだ。いや、早い、動きおかしいってこいつ。やべ、死ぬな俺。危ねえ。いや、もうこれでごまかしてよ。これ当たらんこと祈るしかない。めちゃ怖い。やめてくれよ、倒さんち。いや、やばい。早くこれで、危ねえ。やったやったぞ。危ねえ、マジで焦った。凛々しい顔してるけど、お前禁止だからな。舐めとったわ。嵐が止んだ。こいつが全ての原因か。狂わせてたんだな。晴れた。あれ、おじいちゃんたちの船じゃん。なんていう、スクワットミリタリーズみたいな名前の船。いや、やっと止まったか。いやー、ぐるぐる回って死ぬかと思ったわい。ずっと渦の中ぐるぐる回ってたんだ。
わしはまだこの通りピンピンしてるぞ。くっ、見え張りよって。しかしなんだ、全財産かけた割には大した船じゃなかったの。ま、言ってみればあれは事故だから仕方あるまい。なんであのじじいたちあんなに元気なんだ。こっちはフラフラで死にそうだぜ。お兄様、あれ。それボンは？最初これ何？文明じゃん、これだけ。今までどの何よりも文明なんだけど。いや、眩しい。え、何？え、誰？女神？月の女神これ。違う、あれだ！あいつじゃん。ワンの時にいたボス。何？生まれたての姿なんだけど。え？誰？とうとう起こしちゃったわね。もう十分ですよね、ユーナ様。ユーナ？デコイたちは自分たちでセラ様を守った。ユーナ！これは彼らが選択したことです。今度こそセラ様に鍵をお渡ししてください。セラ？全然十分じゃないわよ。なんだ？マスターがどうしてあの子に自分の遺伝子コードを託したのか。イレギュラーを狩る立場だったあの子がシステム史上最大のイレギュラーとなってまでやろうとしたことは何だったのか。まだ全然わかんないんだもん。もんじゃないわよ。まだ全然じゃないでしょう。ほら、本当に勘弁してください。同じこと言ってる。ガーちゃん、マスターが愛したデコイたちが実はシステム以上に守る価値あるものだったらどうする？まん鳥かよ。まさか、そんなことあるわけないじゃないですか。さあ、わかんないわよ。やば、そろそろ行かないと。はい。月の女神みたい。なんだっけ、二つの女神の戦いなのかな。ユーナ様のようです。まだ鍵をお渡ししてくださる気はないようですね。第一の女神か。月の女神と大事。考えることはよくわからん。マスターと同じくらいに。ところで、分かっておるな。え？今は、セラ様の安全を最優先いたします。任せる。服着ろって。デコイの船か。まずはライブラリーの鍵を回収。マスターの遺伝子コードの処分は、しばらく保留とする。承知いたしました。何、遺伝子コードの処分って。なんで結局締め出しかよ。状況が状況ですから、ちょっと記者会見ってわけにはいきませんわよ。何してんのトロンは。しかしあの青い野郎、なんであんなとこにいやがったんだ。気に食わねえ。今度は絶対邪魔させねえからな。繋がりましたわ。え、つまりその4つの鍵さえあれば大いなる遺産の封印を解くことができ、彼女の命を救うことが可能になると。あ、そういうことなんですな。こっちまで連れ帰ってきたんだ、はい、我々は過去の人間です。今さらどうこうするつもりはありません。ただ、はい、残りの人生を普通に過ごせればよいと考えております。普通とは？お前の普通なんだよ。もちろんお礼はさせていただきます。本当？鍵を使えば過去の技術のいくらかは今でも利用可能となるでしょう。はい、そうなれば、はい、例えばリフレクターなどいくらでも作ることができます。わかりました。リフレクターいくらでも作れるの？鍵のことは我々にお任せください。大いなる遺産を狙うものは多いです。窮屈かもしれませんが、しばらくこの船でお休みください。
何か光って、はあ、早速来なせたようじゃ。何が、盗み聞きしやがったな。なんだお前ら、仲良しかよ。まだ協定は続いてるでしょ。こりゃ共同戦線だな。抜け駆けはなしだぜ。共同戦線だって、おめんとこは二人だけじゃねえか。でもこの方たちベテランですからね。誰かさんとこみたいに人数だけいればいいってもんじゃないでしょ。てめえはどうなんだよ。あ、ま、いいじゃありませんかお兄様。こっちはこっちでなんか手掛けなんかできますわ。ゴタゴタしてんな。それもそうだね。よし、そうとなったら早速作戦開始だ。まずは手分けしてめぼしいダンジョンがある町を占領。しかる後ディグアウトで鍵を回収だ。やろうとも抜かるんじゃねえぜ。いつもと同じなんだよな。じゃあそういうことで。ああ、ボーラか。仕事だ。今から会えるか。ふっ、嫌な奴らだぜ。全然威厳ないじゃん。空賊たち動き始めるぞ。面倒なことになったな。何、気づいてんのか。ってるんじゃ。ん、わかるか。いい年してワクワクするんじゃないわい。ハハハハハ。君、ロック君も呼んでくれ。またあの子たちを巻き込むのか。まずは話を聞くだけだ。何？でも多分巻き込むだろうがな。巻き込むんかよ。何？また始まるの冒険が。まだ武器とかも全然作れてないしね。特殊武器とか。ロックさん、ミラー様がお呼びです。え？なんすか？なんすか？ミラーさんと。あ、よく聞いたことがある音楽。何かわかんないけど。広いな。おじいちゃんたちが呼んでるみたい。早く行ってあげて。データいないの、データ。死にそうなんだけど、俺。データ。広っ。どこ行けいいの、これ。適当に入ろう。おー、コブいる。お前、なんでいいんだよ、こんなところに。ふむふむ。1号かな。いい船ですね。チューター深くだし、電車高いし、最高ですね。確かに、お前だけの部屋なの、これ。すごい、すごい部屋用意してくれてんな。一人のトロのために。あ、ここは空き部屋か？空き部屋か、今誰もいないか、わからんけど。みんな同じ部屋だな。あー、どこ行けんだろう。ここか？うん。エレベーターだった。こんにちは。どこ？あ、ダメなの？じゃあどこ行けいいのよ。私わかんないわよ。お、またいる。泣いてる。お小遣いもなくしちゃった？リーバーのサプライズ言う。どこ落としちゃったのかな？俺が見つけたろ。落としてたぞ、お前。これ、ほら。うわ、返せないんだ。なんだよ。じゃあまあ、俺がありがたく使うわ。使うしかねえな。500円か。マジでお小遣いだな。俺の小学生の時のお小遣いだわ。500円って。どこ行けんいいの？じゃあ。あ、こっちか。これか。これか。ここでしょ。広いもん、ここ。すいません。すいません。迷いました、ちょっと。はい。なんすか？はい、ロックです。また。いや、まあまあまあ。たまたまっすよ。なんすか。でももう禁断の地行ったし、もうやることないんじゃないんすか？はい。封印の鍵のディグアウト。なんだそれ。なあ、はい、やりますよ。
もう行くの？もう行くの？マンダ島のポクテの村に行ってくれるか？上の鍵が出る。へぇ。はい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 。広いな、マジで、いろんな大陸のいろんな町を股にかけんだね。カトロオックス島一本で行ってたワンがすげえわ、逆に。はい。まあまあ、行きますけど。データ、データどこだよ。入れるの？入れる。あ、鍵だ。これ封印の鍵を置く場所か。四つって。どうやら四つっぽい。はぁ、マジか。怖っ。おぉ、びっくりした。待ちきれなかったから。悪いと思ったけど立ち聞きしちゃった。あ、そうなの。はい。了解した。はい、かわいい。先に戻っておくって。先に戻るってどこに？どうやって戻ったらいいんすか？わかんねえんだ。出口がわかんねえ。こっからかな。下降りれるし。あ、戻れた。これデータいねえかな。データいねえと俺ま、即死なのが。痛い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 。あ、ぶねえ。いたなぁ。よかった。じゃあ、今回は、ここでセーブして終わろうかな。まあ、ムービーとかも含めて結構やったよね、時間。エネチャ。エネチャして、はい。いや、してるしてる。はい、じゃあ今回ここに終わって、次回、マンダ島のポクテの村に行って、そこにある封印のね、鍵、まあ、ディグアウトし、まあ、そこまでできたらやろうかな、と思います。じゃあ今回終わります。よかったら、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。それじゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。